時刻は11時34分回っています。はい、東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減2000回です。セブンイレブンに関してはいつもなんか感想が届くんですよね。黄色いさくらんぼさん、静岡県で聞いてらっしゃいますね。はい、あっこさんはよくセブンイレブンに行くそうですが、はい、行きます。ホットカップデリってもう食べましたか？もうそれはそうです。昨日なんてもうあの冷凍のシューマイ食べました。肉のもうあれも便利ですね。便利ですよね。で意外に来年の先の方まで持つんで、忘れてても、はい、忘れるって変だけど、まあ、もうじき大掃除しますけど、冷蔵庫冷凍庫もやっぱり奥の方に入れてあるの忘れんだよね。それで大きい袋のやつは割と立てたり横にしたりするんだけど、割とシューマイの6個入りとかだと重なるからちょっと置き方違ったりするんだよね。でもそれ日持ちするんで、あって気づいた時にあこれがあったらよかったって。そう一番今目立ってるのは、ね、鍋焼きうどん。鍋焼きうどんね。うん、そう、あこさん、そういえば冷蔵庫ってそのあこさんの家じゃなかったし、事務所でしたっけ？事務所にある産業のね。ですよね。はい、それで作家の人に教えてもらって、でなんか地方なんですよ。名古屋修理してくれる、個人的にやってくれる方ですか？そう、有名な人らしいんだけど、テレビに何回も出て、で何定休日あの全然決まってなくて、で、営業時間も不定って書いてあって、はい、で電話一回したんですよ。電話鳴らなかったです。ああそうですか。どうなってんのか分からんけど。そうですか。まあ、あくまで個人でやってらっしゃるから、その電話はもうなんか昔テレビ出た時の電話で、今や違うのかもかな。携帯だけ持ってらっしゃるとかよくわかんないけど、でも昨日もなんかところちの番組チャンネルちょこっと変えてた、なんかそういうウォークマンを直す人もいるみたいな、なんかいらっしゃるかもわかんないですね。他にもね、まだ大丈夫ですけど、その、だからもうメーカーさんがメーカーとしてやれなくなったことを、もっとその社員の方とか、ね、技術者の方が個人でやってるパターンってあるんですよね。ね、だから それで製造番号を調べたんだけど、製造番号が消えちゃってダメなの。これがちょっと難しいね。あ、なるほど。まあでも物持ちいいですよね、本当にね。本当にもったいないと思ってるから。もったいないという、何年来も使ってる冷蔵庫の話ですが、はい、その冷蔵庫の中に取っておくのもぴったりのね、黄色いさくらんぼさんのメールに戻りますが、例えばネギ盛り牛すじこんにゃく、はい、ピリ辛水餃子の3個入り、はい、もう酒のあてにぴったりですよ。水餃子は食べてないな。ピリ辛水餃子3個入りですね。いやしかしよう考えてくれはんね。本当ですよね。本当にそのまんまチンしてさ、そのまま食べたらいけないけど、器に盛るとそれなりやで、はい、それなりの一品になるからね、つまみの。そうですね、持つなんて自分で煮てはもう大変やもん。アク取って筋取って全部、いやサラダにしてもね、はい、タコとブロッコリーのバジルサラダとかな、ネーミング忘れたけど、はい、あんなもうタコ最低でも1本でしか売ってないからね。1人分ってこと難しいんですよね。そう足らなきゃ2つ買ってさ、はい、そうすると2、30円引きやから、いやよくできてる。そうですね、はい。あとですね、これまた話変わりますけれども、はい、品川区にお住まいの38歳の男性の方なんですけどね、ニッシーさんです。アボさん聞いてくださいと、はい、これから私は美容室に行って、はい、まず髪を切ります、そして夕方、マッチングアプリで知り合った方と初めて飲みに行ってきますと。へえ、そういう時代ですよ。もうだってマッチングアプリでっていうのはもうそんなもんびっくりするより、それで結婚する人いるんでしょ。もう全然普通ですね。だってもう自分の趣味とかが分かってるからさ、はい、好きなもんとか嫌いなもんとか、はい、で顔ももう分かるわけでしょ。最初に見られますもんね。そうでしょ、はい、お見合いしていろいろ聞いて嫌な思いするよりは、はい、断りやすいし。はあ、でも一応散髪行くんだ。散髪とは言わないか、髪を刈りまあ借りに行くってのもあんまり言わないですけど、まあ、借り上げるかどうか分かりませんからね、でも行くんですって。もう時代はそうですよ。だってこの番組でもいつも AI の話とかしてるけど、もうあと何年かしたら人の仕事の 49% は AI がやるって言うから。やばいですよね。もう
NHK のニュース後半全部 AI が読んでますからね。あ、そう。はい、NHK の定時ニュースは、うん、頭のニュースだけアナウンサーの方は読んで、うん、後半は AI がお伝えします。あ、聞いたことある。 AI 上手なんですよ。ほんで違和感ないよね。違和感ないんです。で、今後ニュース原稿も AI が書き始めるんですって。NHK もその開発をしてて、前なんかそういうの流行ったじゃない、なんかあの学校の面接受ける時の文言とか会社の文言を全部 AI がやってくれる、はいはい、何だったっけそのアプリで、一時期流行ったじゃない、チャット GPT ですね。そうチャット GPT がまた、うん、この年末ものすごく進化してるんですって。はもうあの IT ジャーナリスト三上さんが言うには、もうとてつもない進化でびっくりしますよって言ってました。人の気持ちはいらないね。いや本当そうですね。何をもって人の気持ちかってことになってきますよね。人の気持ち言ったらなんかもうなんか今実験でなんかパッと見たら相手の考えてることわかるとかさ。ああそうそれもニュースになってました。うんそうそう、なんか考えてる頭の中の映像が、うん、もう画像でこう出てくる。すぐ調べたらね。調べたら困ったことやろ。第一印象とかさ、よけりゃいいよ。パッと見て、嫌だなこいつっているじゃない、はい、あ、顔で笑って、あーそうですか、へえ、マネージャーすぐ、いやいやそんな分かってんだと思って、もう考えることもできない。もう考えることバレちゃう世の中になると、いや大変ですよ。どうなるんだろうね。いやちょっと怖いところもありますけど、便利やねんけどちょっとついていけないな私。いうところはね、ゆっくりついていかなあかんけどね、生活するには。はい、はいはい、そんなマッチングアプリの話題もね、日清さんどうぞ。あ、マッチングアプリの話題はもうそこで終わったと思った、はいはい、なんでまた名前出した。すいませんすいません、日清さん。いやいいんだけど、どうぞ。素敵な出会い、この意思の疎通にこうなんか欠けてるところを今なんかそういうのどうやってくれて、助けて AI 助けてくれakko@1242.com でお待ちしております、はい、それではジェームス・テイラーのおよそ8年半ぶりの来日公演が決定しました、一夜限りだそうです。来年の2024年の4月6日東京ガーデンシアターだそうですね。数あるヒット曲の中からキャロル・キングのカバー曲をお送りしましょう。ジェームス・テイラー、君の友達。